チャンネルクララをご覧の皆様、こんばんは。江崎道夫のネットブリーフィング。この番組は扶桑社さんのご協力をいただいて配信してまいります。本日より小野先生に代わりまして、私尾崎ひとみが司会を務めさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回から小野先生に代わって尾崎さんに司会をお願いするということになりました。はい、前回ですね、コメントで小野先生とのコンビを解消するのは惜しいということで随分ご意見いただきまして、はい、確かに小野先生非常に僕もやりやすくてですね、実は事前の打ち合わせを小野先生の時は全くしておりませんでその場でいろいろ話をしながらやるというふうな形になっていたんですが、今回からですね、もう少しなんていうんですかね、この小野先生も僕もある程度いろんなこと分かりすぎてて、一般のもっとなんていうんですか、前提になるところも含めてちゃんと説明をしながらこの話ができるようにしなきゃいけないんじゃないかということもありまして、尾崎さんに司会をお願いをしてやることになりましたので、どうかこの、よろしくお願いしたいと思います。大変荷が重いんですけれども、よろしくお願いいたします。はい、では今回のテーマは緊迫状態にあります、朝鮮半島の情勢について江崎先生にお伺いできればと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。3月のですね、8日にですね、TBS の山口さん、官邸と非常に関係が深いと言われている人がですね、記事を書いてまして、その中でこの米軍が先制攻撃をしていくと、で要するに金正恩ですね、斬首作戦、首を切るですね、作戦というのをアメリカ、トランプ政権が検討していて、その検討している作戦に対応して日本政府としても極秘のいろんな計画を練っているというようなことがですね、記事に出まして、山口さん、やっぱり本当に官邸といろいろ深いので、官邸のこのいろんな情報っていうのを見る意味ではものすごい参考になる記事なんですが、この中でやっぱり出てきているのは、要は限定的にですね、やっぱりもう今回の北朝鮮のミサイル発射実験に対応して限定的な爆撃を北朝鮮に対して行う可能性が高まってきていると。でそのことを前提にティラーソンですね、国務長官も日本と韓国に今度やってきてくるというような話も出てきてて、非常にこの限定空爆っていうのが現実的な問題になってきているというような話が出てきてます。非常にやっぱりこれはですね、北朝鮮の核兵器の開発があった以来ですね、クリントン大統領の時代からなんですが、この大統領の時代からずっと向こうのアメリカの担当者といろいろな人間、プライベートな付き合いで話をしているメンバーたちと話をしていても、いつも思うのは、要は北朝鮮の核開発をきっかけにアメリカは日本の核開発をどう阻止するのかということばかり議論してたんですね、どちらかというと。で現実的に朝鮮半島有事に対してどうこう対応するということはほとんどまともな議論はしてこなかったというのが実情なんですが、やっぱりトランプ政権になってやっぱりそれはまずいだろうということで明確に政策変更をやろうとしているんではないだろうかということを僕も聞いています。だそういう意味で言うとその限定的な空爆というものを行うことも含めてこのリアルに現実にそういう問題が出てくるだろうなという気はするんですね。はい、でその上でこの山口さんのレポートの中でですね、官邸、安倍総理のところの官邸としては3つこの斬首作戦に関連して検討をしているということをですね、レポートで書いているんですね。はい、でその3つというのが軍事と難民対策と経済対策で、軍事というのは日米韓、
まあ、3カ国で共同作戦をやろうって話なんですが、はい、共同作戦成り立つと思いますか？ちょっと難しいんじゃないかなと思うんですけど、ね、韓国と日本が合同で軍事作戦をやるというのはどう考えてもあんまりリアリティがないかもしれない、ね、ないなという気がしますよね。いや僕もそう思います。だから多分日本、アメリカと韓国、アメリカと日本という形でやるんですが、ただご存知の通りですね、朝鮮半島有事の時の司令塔どこにあるかご存知です？司令塔、朝鮮半島有事の時の日米韓3カ国の、はい、要するに軍事作戦やる時の軍事司令部がどこにあるのか。日本ですか？日本です。その通りです。当然のことながらその日本と韓国とアメリカは連携してやらざるを得ないという意味では非常に緊張状態が今走っていると思います。それは何かというと北朝鮮の工作員によるテロですね。この問題で多分ものすごい今緊迫状態に上がってきていると思うんですが、どちらにしてもその日米韓3国の軍事でやっていくんですが、実際上は多分限定爆撃、はい、アメリカ軍によるになるんですが、限定爆撃になっていくと当然韓国にですね、北朝鮮はテロリストをたくさん入れ込んでるので、朝鮮半韓国の方でもいろんな多分テロが起こる。そのテロというのは具体的に言うと要するに鉄道の爆破とか発電所の爆破とか、あとですね生物化学兵器によるテロリストいうような形でいろいろ出てくる関係もあって、北朝鮮と韓国から大量の避難民、もう避難危ないからということで避難民が日本に押し寄せてくるだろうという意味で、その1万人から10万人規模の避難民が日本に押し寄せてくる、この避難民をどう対応するのかっていうのがだから日本の一番大きな課題。で3つ目が経済的な問題で、韓国は経済的にグダグダになるので、その経済的な韓国グダグダになっていくのに対して、これがアジア全体の経済危機につながらないようにどうやって抑えるのかっていう、この3つを一応官邸としては考えているというふうに山口さんは書いているんですね。まあ山口さん書いていることが全部かどうかっていうのは分からないんですが、そういうことを書いている。だけどじゃあこれだけでいいのかっていう問題なんですね。はい、ありそうですよね。他にももっと考えないといけないことが。そうですね。だから考えなきゃいけないことがいろいろあるんですが、一応自民党はですね、この朝鮮半島有事とは直接関係ないんですが、敵基地攻撃、要するに北朝鮮の核開発を止めるためにも、やミサイル攻撃に対応するためにも敵基地、つまり北朝鮮に攻撃できる能力を持つべきじゃないかという議論を始めている。それからあと3月8日に参議院がですね、今回の北朝鮮のミサイルに対する抗議の国会決議をやりましたが、その中で拉致問題のことをもちろん当然入れているんですね。これは後で言いますが、でその問題を入れながらもやっぱり考えなきゃいけない問題が、軍事で言うとですね、大きく言って4点あるんです。日本が今考えなきゃいけない問題っていうのは、で一つはですね、北朝鮮による日本本土に対するミサイル攻撃、これかなり深刻だといえば深刻です。でどう深刻かっていうと、北朝鮮は核一応物質を持ってますので、核物質を積んだミサイルを本土にぶち込む可能性がある。そうなるとやっぱり核処理、要するに核物質なのでそんなに簡単に扱えない。だからミサイル攻撃自体は大したそれほどの影響力はないんですが、それに核物質を積まれるとその処置が非常に厄介だという問題が一つ目で、2番目にですね、大きな問題は日本国内でのテロなんですが、とりわけ大きいのがですね、生物化学兵器なんですが、今からですね20年ぐらい前に同じように北朝鮮の核開発が大きな問題になった時に、僕は一時期その、米軍の関係の人たちと付き合ってたんですが、彼らが一番言ってたのは、首都圏で天然痘ウイルスを持っている人間が山手線をぐるっと回った時が一番怖いって言ってました。これ何かっていうと、天然痘ウイルスを持った人間が山手線ぐるっと回ってどんどんと保険者が増えていく、もう気づいた時は東京関東全部天然痘だらけ、
でそれに対するあのワクチンとかなんとかの準備は日本はしてない、はい、すると関東全滅みたいな話になりかねないので、実はその武力テロよりも生物化学兵器によるテロリストの方が恐ろしいというふうに言われてます。でこれがやっぱりあとやっぱり発電所とか公共交通機関を麻痺させるというような形のことを当然考えているだろうし、残念ながら北朝鮮のテロリストだけじゃなくてそれに呼応して日本の審査役の活動家たちもそういうテロの訓練を受けている人間が結構いますので、そういう人たちによるテロというものを想定される。で多分だから公安調査庁や警察なんかは多分これ言わないだけでかなり緊迫して今多分対応をしているんじゃないかと思われるんですが、実際にそうなのかどうかは僕はよく分かりません。あまり議論は進んでいないということですかね。議論されてないですよね。上がってもいない。上がってはいる。だからなんていうか上がってて、ですから桜林さんのところでですね、その辺の議論は、まあ、自衛隊の OB の人がそういうことをちょこちょこ言うふうに言ってくださっているんですが、ただこれどちらにしてもプロの世界で議論しても実際に国民レベルにこれ被害が及んだ時に一番大事なのは病院なんですよ、生物化学兵器の場合。その病院対応とかなんとかについての議論というのも実は2年ぐらい前から自衛隊の中で始まっています。その生物化学兵器も含めたものに対してどう対応したらいいのかということは安倍政権になって始まってはいるんですが、それも大きな議論にまだなってないので、多分その辺のところを論点としてやらなきゃいけない。で3番目にですね、これ嫌な話をしますけども、韓国軍が日本に進駐してくる可能性がある。言ってること分かりますかね。はい。どういうことかというと、はい、朝鮮半島有事の朝鮮戦争の時もですね、李承晩が要するに朝鮮半島全部北朝鮮にやられてしまって、はい、反転攻勢の拠点として韓国軍の基地を山口か北九州に作らせろっていうことを内々に言ったことがあるんです。もちろん日本政府は断ったんですが、はい、それと同じことをやっぱり韓国軍の内部では考えてまして、その名目として何をやるかっていうと、北朝鮮と戦争状態になっている、北朝鮮と戦争状態になっている状況の中で在日北朝鮮人から韓国民の同胞を守るために北九州や山口にいる同胞を守るための保障占領をやるということを彼らは考えている。嫌な話をしますけど、そういうような形で具体的に韓国軍がひょっとしたら日本の北九州や在日朝鮮人のいるところ、まあ、韓国の人たちがいるところに来てそういうふうなことをやることが可能性としてはある。だからこれに対してもきちんと対応するようなことを考えなきゃいけなくて、でこの問題については自衛隊の情報部の人と一度突っ込んで話をしたことがあるんですが、これはやっぱり自衛隊の中では議論してないって言ってました。どう議論していいかわからないって言ってました。これはどう議論していいかわからないっていう話ですね。であと4番目に議論しなきゃいけないのは、これは向こうの、まあ、在日米軍のグループたちなんかがもう言ってる話ですが、朝鮮半島有事になった時に尖閣諸島とかああいうところにですね、中国が海上民兵を送り込んでくるかもしれない、はあ、要するに朝鮮半島でガタガタしているときに日本はそれに対応しなきゃいけない、うん、その隙を狙って尖閣諸島とかなんとかに民兵を送り込むっていうことをするかもしれない、はあ、中国からしたらチャンス。そう、チャンス、はい、でこの海上民兵のことをですね、アメリカの連中はですね、リトルグリーメンって言うんですよ、はあ、これリトルグリーメンというのはですね、小さな緑の男っていうんですけど、はい、これ要するに火星人の話をしてるんです言うんですが、隠語で言うんですが、で実はこの何ていうか海上民兵、非正規兵ですね。でこの非正規兵の部隊を中国はですね、確認できているだけでも海南省と浙江省に作ってるんですね、この海上民兵の基地を。で正規としてそういうふうな部隊を作ってて、いつでも南西諸島や
台湾に送り込むことができる準備をしています。そこまで準備進んでいるんですね。もちろんです。とかそこまで準備を進めているのでこういう形で動いてくる可能性があるので、それに対する対応をどうするのかっていうのは、これはアメリカ の, あのホノルルにいる太平洋軍司令部は非常に深刻にこれは考えてます。どう阻止していいのかっていう問題については、民兵で漁民で来るので、漁民で来たのを軍隊が出ていけるのかいうのは、これ非常に国際法上も問題があるので、この問題はだから第一義的には日本政府の海上保安庁にやってもらうしかないよね。だけど海上保安庁は難民がですね、朝鮮半島から日本にやってくるんですよ、船で。その対応に追われてて、海上保安庁は多分ですね、朝鮮半島有事の時は対馬海峡日本海の方にみんな貼り付けってことは、南西諸島にいないのでどうにもならない。大混乱ですね。大混乱になりますよね。だからそういう大混乱になることを覚悟しなきゃいけないよねっていう話ですね。であともう一つ言うと、この軍事とは別ですが、この難民問題で言うと、在韓邦人、韓国にいる邦人が約4万人、まあ旅行者も含めると、まあ、もっと多いのかもしれませんけども、この人たちをどう避難させるのかっていう問題もある。だから、まあ官邸としてはですね、とにかく日米韓の共同作戦と韓国北朝鮮の避難民対応と経済危機だけやってるんだけど、それ以外にもこういうような論点っていうのはあって、多分日本の官邸としてもその辺のところとコミットしながら議論しなきゃいけないはずだと思うし、まあ先々週ですね、僕も知り合い の, まあ、国会自民党のある国会議員の先生に、そういうところとちゃんとアクセスしてやらなきゃダメだよねということを一応伝えはしました。だから、まあまあ、あんまりひどいことばっかりやるも厳しいことばっかり言うようですけども、斬首作戦という形で金正恩をですねやっつけろ、でその後朝鮮半島どうするかっていう問題も大きいんですが、それ以上に我が国がそれに対応する整備というのは十分できてないどころか議論もできてないというのが今の実情なので、この辺のところについて多分国会で多分今後ガンガンしていかないといけないんだろうと思いますし、いろんな自民党だけじゃなくてですね、野党の国会議員の先生からもちょっとお前ちょっと来いと言われて、今ですね、永田町でいろんな先生と今お話を僕もさせてもらってはいるんですね。だから、今のところね、なんていうのかな、とにかく豊洲問題と豊中問題で、野党はいい加減にしろとかマスコミにいい加減にしろって、言うのは、僕それでいいんですが、同時に官邸もそういう、いや与党官邸はもっとそれ以上にこういうような論点について、野党が対応しなかろうが何だろうがきちんと議論しなきゃいけないんだということをですね、やっぱり考えていただきたいなというふうに思いますし、僕もこういうふうなことで番組でお伝えをした次第でございます。はい、長くなりまして、はい、ありがとうございました。キム・ジョンナムさんですかね、の暗殺なんかでも北朝鮮今すごく話題になってますけれども、こういった先ほど先生にいろいろ言っていただいた議論を政府にもっと進めていただきたいなと思います。はい、はい、では、今日はありがとうございました。ありがとうございました。